ジーン・ケリーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州生まれの俳優、ダンサー、振付師、歌手。アイルランド系の両親のもと、ピッツバーグに生まれ、兄と一緒に8歳から、ダンス教室に通う。近所の子供にめめしいとからかわれて一時期辞めてしまうが、15歳の時に再会。ペンシルベニア州立大学でジャーナリズムを学ぶ、つもりだったが、経済的な理由で中断。 1931年にピッツバーグ大学経済学部に入り直し、1933年に卒業。大学在学中もダンスコンテストなどに出場していた。また、1930年に家族がダンススタジオを始めていたので、そこで教えてもいた。1938年からブロードウェイでダンサーをしていたが、1941年に メトロゴ・オルドウィン・メイヤー・イリオ氏1942年に映画デビュー。デビュー作は、ホーミー・アンド・マイ・ヤルで、ジュディ・ガーランドと共演した。聖書への反逆この後、たくさんの MGM の作品に主演し、ハリウッドの黄金時代を築いた。さらに、監督、脚本、振り付けもこなすマルチな才能も見せ、まさに MGM の万能選手であった。代表作品には、 雨に歌えば、踊る大ニューヨーク、パリのアメリカ人などがある。また、怒りをあげてで、MGM のカートゥーン、トムとジェリーのジェリーと共演するシーンがある。名ダンサーフレット・アステアと共に、MGM の2枚看板として活躍したが、実は2人の共演は少なく、1946年のジーグフェルド・ホリーズと、1976年のザッツ・エンターテインメントパート2の2作にとどまる。 とはいえ一作目のザッツエンタテインメントでは、互いの名シーンを紹介し合うなど、修正お互いへの尊敬は欠かさなかった。ケリーのダンスは、アステアのカレーで洗練されたダンスとはまた違い、躍動感にあふれ、アクロバティックな中にも緻密な計算があった。また、スタントマンを使わないことで知られ、映画が出来上がってから、その事実を会社が知るといったこともあった。 1980年のザナルが最後の映画出演。1994年のザッツエンターテインメントパート3を最後に映画界を引退した。1996年2月2日死去。83歳ボーツ。曰くフレッド・アステアがダンス界のケイリー・グラントだとしたら、私はマーロン・ブランドだ。私生活では3度の結婚歴がある。 最初の妻との間に一人の子供がおり、二番目の妻との間に二人の子供がいる。カズとメはアメリカの女優ベッツィ・ブレア。1941年に当時17歳だったブレアと結婚し、翌年1942年10月16日に長女ケリーを設けるが、1957年に離婚。二人目はアメリカのダンサー、振付師で女優のジーン・コイン。 1960年にアメリカの映画監督、スタンリー同年の元妻であったコインと再婚し、1962年には長男のティモシー、1964年には次女のブリジェットを儲けるが、1973年に死別。三人目は作家のパトリシア・ワード。1985年、75歳の時に次女伝のライターとして、当時26歳のワードと知り合い。 交際に発展。1990年に再再婚し、6年後にケリーが死去するまで連れ添った。ありがとうございます。